皆さんこんにちは、ダイダラです。マリオ VS ドンキーコング、ついに今日がおそらく最終回ね。今までみんなありがとうございました。はい、ということで今までなんとか全部のコース攻略してきました。前回でついにね、全コース攻略、エキスパートコースも全部クリアして、そして他のコースタイムアタックもねガッと埋めましたね。ここ見ていきましょうか。ワールド1からね、ワールド8までも全部埋まり、そしてボスは飛ばしてここね、プラスステージも4,5,6,7 まで終わって、8の半分まで終わりました。ということで今日はね、8の後半、そしてエキスパートコースのタイムアタック埋めをやっていきたいなと思います。タイムアタックもう一回やるってマジ。ちょっとまず息抜きがてら8面やりましょうか。いや、これ息抜きじゃないね。8面もここもむずいね。頑張ります。もしかしたら今日で、はい、終わんない可能性があります。最終回ではないかも。うん、難しい。いやー、この穴なんだろうなって思ったらレーザーの穴だったわ。ね、いくよー。よし、はい。じゃあここもゆっくりと行きましょう。ふっ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 、到着。お前誰や、これ何。え、ちょっと下わからん、下わからん。あーってして、あーってするけど、待って、あ、俺たち死んだわ。うん、最後の旅行だね、俺たちの。最後の瞬間まで俺たち見つめ合っていようか。じゃあな。死にたくない。どうして。よし、ちょっとしっかりとやりましょう。なーけ、やんねんだよ。ちょっと待ってな。よいしょ。なんでだよ。投げ込むのが下手すぎ侍か、お前は。おい、これでいいか。いけそう、いけそう、いけそう、いけそう。あ、投げ込みあんな下手くそでもいけるんすよ、皆さん。ちょっと、ちょっと、ちょっと、でだよってずっとなってたね、ほんと。びっくりしたわ。おい、投げるの下手すぎるだろ、それ。まあ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 、クリアできたら OK でしょ。おい、ナイス。よーし、次だ。今まだ1個目か。なかなかやるじゃん。うん、ボリュームがあるね。42秒、長いね。行きましょうか。さて、ボム兵のコース、全然わからん。え、待って、落ち着け、落ち着け。まずは、はい、まずこう、ボンボン、スイッチ押す。よいしょ。なんでだよ、時間ないよ。一旦クリアの仕方だけ確認よ、これはね。まずちょっと待って。で、あー、これむずない、この時間でクリアすんの。俺分かっちゃったかも、全部このコースのこと。まずミニマリを避けません。避けることできませんでした。うん、僕は下手くそなので。で、ミニマリオが来てからこっちを踏みます。そして上に乗り押します。待て、お前。そうか、そういうことになるのか、おめえは。ってことはやっぱミニマリオに最初触れない、大事ですね。触れずに進み、そしてここをこうする。よし、そのままいただきます、ゴールです。こういうことやな。完璧じゃん。多分これ最速だと思います。だいぶ巻いたじゃん。これゴリ押す力が身につくね、やっぱり。うん、いいこと。俺ゲームで大事なことってゴリ押しだと思ってるんですよ。うん、無理やり解決する力ってやっぱ日常生活でも絶対大事だと思うんですよね。うん、なんかお料理でもなんか食材が足りないわって時もなんかゴリ押せるわけですよ、この力があれば。どういうことかは僕もよくわかんないですけど、そういうことですね。うん、ゴリ押しっていうのはそんだけ
素晴らしいことなんです、皆さん。はい、来て。よし。はい、で、行く。ゴールどこ？あ、待って、これ、あれ、土管連れてこなあかんタイプか、これ、もしかして。ちょっと待って。土管くーん。ごめん、時間間に合わんかもしれん、これ。よし。よいしょ。こういうことだよね。なんか昔行われた気すんな。そりゃそうだ、やったもんな。ほい、時間切れじゃん。まあいけるっちゃいけるでしょう。もうこれで、えい、ちょっと来て、頑張れ。ういよし、いらんなこれは。でさっきもここへこうやってオーイエーイ、クリアー。あ、反転ジャンプね。お、バックフリップか。これをうまく使いこなせばいけますね。大丈夫。よし。さあ、これで8面のね、難関コースもクリア。やっぱ頭使うね。もう疲れたよ。もう疲れちゃった俺。さあ、最後のドンキー、ラストオブドンキーいきましょうか。60秒。これクリアすればもう全クリです。お疲れ様でした。ビームのやつか、これ。焼きます。ビー。ダメです。それはダメです。ドンキーコングさん、あなたはダメです。ほい。スイッチ押すのもダメです。よし。危ない。ナイスじゃん。うい。次はどうですか、ドンキーさん。スイッチ押す？押さない？あ、ちょっと待って。危ない。押し、どうだった？バカとしてやる。ナイス。ドンキーコング、ウホウホドンキーコング。よし。これ間に合えへん。このまま行けるやつや。おっぽよ。ナイス。簡単でしたね。さあ、タイムダック見事攻略。ボスステージあっさり終わり。いいタイムじゃんこれ。うん。40秒ぐらいなんだろうな、多分ベストタイム。よっしゃ、お疲れ様でした。さあ、これでプラスステージ全部攻略完了。お疲れ様でした。ドンキーも喜んでます。さて、次に最後です。皆様、エキスパートコースタイムアタックいきましょうか。え？マジで言ってる？45秒でクリアせよ。マジで言ってる？エキスパートコース、え、マジで言ってる？ってなるけど、どういうことこれ。ゴールどこ？赤いやつだね。詰まるところ、まずどうすんの、まずこれを投げるね。でして、ん、どうする、え、時間ないけど一旦これで出しといて。よいしょ。スイッチを押して。クリアできないの、このままじゃ。あ、ダメなんだ。やっぱバケツいるんだ、これ。で、OK。OK じゃねえよ。昔クリアしたら俺、忘れとるぞ。まあ、皆さん今回でやっちゃいましょうか。こういうことよ。はい。まあ、ここのステージ、何が難しいって、何も難しいことはない。そう、イージーなんですよ、皆さん。こうすることによって、イージーです。全部ここに送っといて、待って、青いやつ出して、うい、一旦こうして、どうすんだ？どうすんだ？はい。よし。わー、時間が若干足んねえ。でもクリア方法はそう。一回どうすんだって頭の中で整理しながらやってたから、今ダメだった。よし。さあ、これで。上置けない。あーっと、待て。
このゲーム底辺だぜ。よし、はいって登ってこうやって、はい、オッケー、クリア、ナイス。おい、むずいぞこのステージ。エキスパート勘弁してくれ。時間かけたらクリアできるコースと違って、普通にむずいコースはやめてほしい。でもエキスパートだもんな。やばい、待て待て待て、みんな最難関コースかもしれない、これマジ。28秒って嘘だろ。どうやってクリアすんねんこれ。あー、足はアクションコースがこれ確か。ちょっと待ってな、一回確認。バネどこ？バネじゃねえわ、鍵がここ。そう、バネあるの覚えてたよ、ここのステージで。だから全部理解した。だからスーパーアクションスターになれってことだな。ダイダラ、お前はスーパースターになれ。よし、こうやってこうやってこうやって登ってスーパースターになれ。 OK、 俺はスーパースターだいたら。うん、ちょっと今ビビってひよっちゃった。うい、時間間に合うこれ。はい、かい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 。3面か。え、なんかあのエキスパートの3って俺すっげー死んだ記憶あるんだよね、ここでも死んだ記憶しかないんだよね、ここむずすぎて。いきましょうか。そう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 、バボロとこのドッスみたいなやつで、はいはい、 OK で、はい、どうしたらいい？どうしたらいい俺はどうしたらいい？これ行きはよいよい、帰りもよいよい。いや帰りよくないや、今のとこ。行きはよいよい、帰りはよくない。俺はダイダラ、俺死んだ。すいませんでした。ダイダラ、リフト使わなあかん、あそこ。さあ、鍵持って家に帰ろう、俺ダイダラ。帰りたい帰りたい帰りたい。うーす、え、今の死ぬの？ま？さあここだな、さっき死んだところも。ういういー、大丈夫、ギリジャンだったらいけるじゃんってやつ。アップなよ、今のはナイスだね、えらいね。ちょ、反転ジャンプ頑張ってね、ナイスだよ、オッケー。いや、あそこのジャンプでミスで死んだんダサすぎるだろ俺。ナイス。よし、さて3面もクリア。まあ順調っちゃ順調ですね、今のところ。うん、次4面いきましょう。ボリュームがすごいな、ここ。はい、38秒。ほう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 、いいボリュームだ。うん、待って、許してこれはなるほど、全部理解した。詰まるところ俺には難しいということが分かった。詰まるところはこういうことだ。ふい、オーケー、やり直そうまあまあまあ、普通に真面目にやりますよ僕は。はい、真面目にやるとこういうことですよね。はい、鍵をつけよう。オッケーで、鍵が美味しい、鍵がうまいにして、はあ、これどうすんねこれ。痛い。よし、さあ次2個目だね、ここを。はい、こうして破壊しておく。素晴らしい。で、どうする？あ、これで、あ、何してんだ何してんだお前、バカ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 カバ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 カ。いや、許してくれめ、許してくれめクリアできたのに変なスイッチ押してもだ。よし、
頑張るぞ、これで。えい、スイッチ押して、押して、こうして、こうして、こう登って、俺は走るだけ。ウィーッス、よし、オッケー、いきなりすぐ。ちょっぴりね、やらしいね、エクストラコースは。これエキスパートコースが、エキスパートコース一発クリア無理じゃないの、ほとんど。あ、でも2名できたか、やるの俺。よし、あとちょっとだ、みんな。卒業はごめん、ごめん、こう、やだな俺、ここも。これあれだよね、あのコトンだっけ、コトンがガンガン上がってくるコースだ。受ける、走ったら死ぬやつだこれ。いや、死なへん、走った、死なへんかった。限界を攻めろ、限界を攻めたいたら。よし、登るな登るな、コトン、どうすも登るな。はい、早く降りて。ふい、ロス、バイバイ。コトンはまだ来る、クルトン、クルトンしてる。攻める、よし、攻めた生き方せんと多分間に合わんくね、多分ね。えやばい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 、今の無茶をするな、大太郎くん。よし、いけんもんな、これは。はい、いや、時間足りん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 、ぶつかってもた、攻めすぎた、時間ねえと思って。怖いよ怖いよ、やばいよ。おい、よし、これちょっとゆっくり。あ、鍵鍵鍵鍵持たなあかん、鍵持たなあかんから、時間ない時間ない、こんなん時間ない時間ない時間ない、攻めろ。おい、あぶねー、よし、くれ、ナイス。あぶね、鍵取り忘れた時マジで焦ったわ。もう上登ることに必死になりすぎてた。よし、さあ、これで5面も攻略。いやー、だいぶ多いね。さあ、次はツルツル、ねえ、ツルツル、やばいやば、氷ステージ行きましょう。これどんなとこだったっけ。43秒、まあ、1回クリアしてるから俺がクリアできると思うんだよね、なんだかんだ言って。まあ、なんせ1回クリアしてるから。そう、ちょっと待ってな、全然わからん。まずスイッチを押す。うん、まずスイッチを押すのが大事、大事でごわす。スイッチを押して鍵を取るでごわす、まずは。うい、ちょっと待って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 、今なんだ今の動き、ちょっと待って、おい、しゃがめ、俺鍵を取るでごわす。で、多分ここに置くでごわす。うい、で、スイッチ、スイッチを置くでごわして、スイッチを押してごわして、押してごわして、急いで取りに行くでごわす。だから、だからお前バカ野郎。ダメだ、俺もう頭ぶつけてまう。よし、今度こそ頑張るぞ。こう行きまして、うい、こう行きまして、さ、ちゃんとしゃがめた、偉いね。うん、しゃがめて偉い、うい、しゃがめて偉い。うん、持て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 なくてバカ。よし、オッケー。ちゃんとジャンプした空中から下入力しとかなあかん。うん、そうせんと頭ぶつけますのでご注意ください皆様。よし、では斜めいきましょう。まあ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 、まだ記憶に新しいところだからクリアできるっちゃできるね。76秒長すぎワードだね。いきましょうか。長くないっすか。うわーおー、これタイムアタックも関係ねえ。俺これなんでクリアできたか覚えてねえんだよな、正直言って。ね、それぐらいヤバいステージだと思ってるよ俺、ここ、ね、で、こっち側も掘り進めておこうみたいな感じですね、ここは。はい、一旦ね、うん、とりあえず君もそこで勝手に爆発しといて。よし、で、次、君は、君は待って、待って。やだー、やだ、めっくせーな、今回。曲がって、爆発しろ。隙間落とす。ナイステクニック。いや、これ絶対足りんくね、時間。どう考えても。うん。よいしょ、
忙しいっすね、このステージ。うん、あ、時間切れ。無理だよ、これ。これ分かったかもしんない。ボム兵を全部、こっちで使え。よし。右爆破で使え、全部。よいしょ。ついでに上も君も取りに行こう。よいしょ。ういなんだ、取り損ねたわ。まあいいや。あ、ダメだ。ほい、よいしょ。さて、ボム兵をあっちに投げて、こっちに投げて、そっちに投げての大暴動、いい感じに進んでます。やばいやばいやばい、これ若干足りんか、時間いけそうな気もする。頼む、終わって。あそこのボム兵邪魔すぎひん。お願い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 。オッケー、いった、ナイス。いや、むずすぎるこれ。ここのステージ割とやり直したで、結構割と結構やり直した。相当タイムアタックでやるコースじゃないかも。本当に本当にバカ。エクストラ8、あー、25秒ってなんなんぬ、なんなんぬ、ここむずかったやつやん、もうマジで。なんなんぬ、ほんと。これ右の黄色スイッチも押す必要あるか。いやー、ない。青スイッチが押す必要ある。一旦わからんので、パッとしくったわ。まあ今ザコみたいなプレビューしたので、もう一回やってみましょうか。一応でもボム兵、まあ、手間ではないから壊すだけやっときますかっていう感じでしとく。とりあえず一旦壊しといて、この次様子見しましょうね、ということで、こっちこっち。あー、やっぱいるかこれ、うん、鍵を取るのにいるな。ちょっと待ってな、待てよー、待てよーってして、ここでこうやって押す。ほい。さあ、これでボム兵くんがまあやった意味はできたということでよろしいか。で、鍵は取りました。で、鍵を取りまして、はぁ、はぁ。あ、違う、上か、これ。鍵を取りまして上に投げ、これどうすんだ、わからん、わからん。ちょっと待てよ、待てよ、ちょ待てよ。これを一旦投げておく。あー、ベルトコンベアであっち行く。最悪すぎる。あっち行っちゃったねーってなって、悲しいねーってなってるね、うん。本当だったら青い上に置くのか。いや、でも時間足りないか、さすがに。それでもどうやって行ったっけ俺、クリア。ちょっと考え方変えてみよう、ちょっと一回、ね、ルートをある程度節約するために、まずパワーってやって、まずパワーをするやん、うん、で、これでいいじゃん、パワーで。やっぱ、いや、パワールートだ、パワールート。だいぶ節約できました、これで、うん、パワーをすることによって。で、吹いてほしい。ねえ、待てよ、こうする。ちょ、一旦考えさせてくれて。鍵は持ってはいけないから、こっちに落とし、あ
ブーやるやるやる、なんでそういうことするの。これさ、やっぱちょっとちゃんと考えた結果、やっぱここのね、いやーって言って、そこは壊しとかんと後々支障きたすわ。で、壊して、で、その後、パワーするべきやな、ここ。うい！パワーして、こう進むことによって、筋肉が活性化して、先へ進めるようになるわけよ。筋肉ってすげえなー、みんな。よし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 。で、筋肉が、ねえ、満ち溢れた結果、こうやって、よし。で、こう投げといて、これで、いったやろ。時間足りる、時間足りる。よし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 。あそこ壊してなかったから、だいぶね、脳みそがバグりそうになってたわ。壊したらいける。よし、オッケー。時間だいぶ余ったね。やっぱパワールート。ねえ、大事。ゴリラになった、今日も俺は。ちょっと、ごめん、振動。残り8コース。F。9名いきます。さて60秒もうや許してくださーい。これかーよっ。うっヤッフー。ヘイホーと2人旅のコースだね、確か残って。ヘイホーとヘイホーの旅するダイダラ、その2人の物語が今始まる。ヘイホー、ヘイホーとダイダラ、ヘイダイダラ、どういうことやろうか。ヘイダイダラ、あー、あいつ空中歩いてる、まさか化け物か。ねえ、合ってるかな、多分これで。あー違う、あーやり方はもうやり直そう。よし、で、こうして、危ない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 、ない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 して、テレサがあるあるしたタイミングでこうして運ぶ。よき、はいよき、はい、さらにもう一回上に持っていき、はいよき、はい、で次こっちへ投げて、はい、はいよき。そういうこっちゃ。一緒に行こうよ。さあ旅する兵法始まります。時間足りるっすかこれ。あの、割とカツカツでは、これ。え？俺、真面目にプレイしたんですけど、今回。時間切れじゃないですか、これで。うそやん。こうするか、もう。ほい。待って、危ない！助けてください！さっきよりだいぶ時短にはなってると思う、今回。ただ、時短にはなってるけど、あ、間に合う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 が、頑張れー。来てください。はい。大丈夫っすよね。よいしょ。ギリギリリリでした。危なーい。いや、むずすぎる。60秒台数。真面目かつ迅速にだね。うん。今回の目標は。真面目にプレイするだけじゃダメ。やっぱ真面目なだけじゃダメなんだよ、みんな。うん、この世界。これ早くない？ここのコース。10秒アホやろ。鍵どこあんの？ちょっと待ってな。鍵まず見るとこから始めましょう、皆さん。鍵。あそこ。オッケー。はい。あっと、ケツが割れた。え、これお前完全覚えゲーじゃん、こんなの。はい。鍵この辺やな。オッケー。オッケー、さてクリア。ナイスー。よし。いいいいいい。過去最短のコースでした。あ、いい、こういうコースだけでいいぞ。うん、文句ない。俺わがまま言わないから、今のコースを残り全部でよろしくお願いします。30秒。あ、急になんか短くなってきたな。いや、60秒とか100秒とかそういうコースなんかしんどいから、やっぱ嫌なんだよね。やっぱそのコースに比べたらだいぶ、やっぱやべー、お前のコントリマジ嫌い。ちゃんと待って、行って、それでコースの作りがわからん。鳥邪魔。よいしょ。通してもろて。え？うんち。
使ってうんちを避け、あ、もうやだ、もうこの鳥消え去れ。よいしょ。さて、うまく今度は避けまして、フリー、ハックー、乗っけて、よっしゃー。あの鳥のゾーンさえ抜けたら問題ない。あの鳥に消え去れ焼き鳥してやるって、もう焼けてんねん、ほんとかぶりついてやる、覚えとけ。よし、見事クリアでした。さあ残ってるステージはあと5つ、頑張りましょう。あとちょっとだ、みんな30秒です。30秒も信用しない、難しいもん。うん、もうわからない。俺はヘイホー君を連れて行けということだけわかった。ヘイホー君、こんにちは、さよなら。あ、また赤押すのか。いや、いいか、これ自分でやろう。うん、それぐらいは自分でできる俺。うん、一人でできるもん。お願いします。一人でできたね。で、次。うん、わからん。こうして、あー、同じ気も、風と風になれ、ダイダラアホかさて、行きましょう。えい、やーと、オッケー、時間切り、オッケー、ナイス、はい、おい、ナイス、チョロリー、チョロリーナでした。よし、ちょっとここのステージは頭使って疲れるコースだったんだけど、まあ、なんとかいけたね。よーし、さあもうゴールは近いぞ、残りちょっとあと4つのステージ頑張れ、ダイダラ。次16秒です。3秒で終わらせる、無理かも。16秒で終わらせる、そうだこれ、なんか俺、昔の俺一発でクリアした気が、あ、しゃがまなあかんかった、そうだった、昔の俺は一発でクリアした気がするって思ったけど、ちょっと待って、一回見よう、ちゃんとちゃんと見ましょう。はい、黄色でいかなあかんねんな。じゃ黄色さんどうするか。はい、こういうことだ。あとは運ゲー、ナイス、2度目でいける、やれます、やれる男だ。よし、オッケー、よかった、簡単なコースだったいや簡単じゃないんだけどここってよし、じゃあ次14遍いきましょう。バネのステージ44秒。バネバネのバネね。さて、まずわからん。まず滑っていき、鍵をどうするかだよ。これはね、ちょっとめんどくさなんですね、ここのコース。ういこうしておかねばならぬやつか。よし、こうして青のスイッチを押し、こうやってこの隙に移動すんだ。ベルトコンベアは逆、ベルトコンベアは逆にして、あーし、今の感じ OK、間に合ったらいける、うん、ちょっとまごまごしたところだけ解決したら OK ですね、これは。よいしょ。さてと、これ知って、えいって投げて、間に合うこれ。うん、間に合いまーすうーってなるけどね。うー、よいしょ、よいしょ、ナイス。あーと少し、あと2コース、終わらせるぜ。マリドン、ついに終わる。さよなら、ドンキーコング。さよなら、ミニマリオ。このゲームクリアしたら、俺、ぬいぐるみ買いに行く。29秒でクリアしろ。行ってきます。これ、あれだな、パックフラワーいたとこだ。覚えてますよ。私、ヘイ。うーんって、こういうとこでしょ。あ。なんか、やっぱ。
割と一応言っとくけど、これもうタイムアタック挑み続けて1時間ちょっといいぐらい経ってます。心が折れてきました。よし、やっぱ集中力が切れるんですね、やっぱ人間。うん、これはどうなってる？え、これは違う。待て、分からん。青スイッチを押していく必要あるかこれ。青スイッチを押して、赤スイッチを押して、あーやる必要は、ルーアーですね。R ですね。OK。これどうすんのがいいんだ？火を避け。ここに置いて、即降りて、時間切れ！割とガチ切りじゃんこれ。ちょっと、皆様、私、怒りました。来ました。怒りのダイダラ出ます。怒りのダイダラくん。怒ってます。ね、怒りのダイダラくん。出てます。お怒りモード出てます、これ。おい、お怒りダイダラくん。空回りしてます、今。えい。よし、こうして、こうして、避けて、開ける。はい、怒りのダイダラ、クリア。こういうことよ。ハンマーなんかいらん。テクニックだけで登ればいい。そういうことよ。よし、では行きましょうか。でも俺1時間オーバーかかった原因ってさ、あのボム兵のステージなんだよな、斜め。うん、斜めにクソ沼ったんだよ、実を言うと。地獄だった。沼に落ちましたよ、私。で45秒でクリアしろ、無理だろここ。ラストステージいきたいと思います。このステージはどんなコースか皆さんご存知でしょうか。そう、やばいコースです。いや今のいらんかったな。はい、何しとんや、待ちな。ほい、もう一個破壊。待って、そもそも自分が上に行けば、いや、行けないんだ、自分が。俺の身長じゃ行けなかった、上に。こういったらいいな。よし。で、鍵を取り、お前が戻ってこねえと話始まらんねえ。ふざけるな。詰まるところ、ここのステージもこうやって登って、あまりにも今うざいな、ボムヘ。2個投げるという暴挙に出て、でも1個しか反応しないっていう。よし、これかいらん。はい、ボム兵くんありきで人生は進むわけよ、みんなね。ここもここもそう、全部はボム兵がいるから人生は進む。そして人生は楽しい。マリオ VS ドンキーコングもめっちゃおもろい。ということで見事クリアでした。ナイス。これでマリオ VS ドンキーコング、コングラチュライション全コース攻略完了です。皆様お疲れ様でした。何もなかったです。はい、マジ何もなかった。そんなということで、まあこれいろいろと136コースかプラスのボスステージって感じで、遊ばせていただきましたが、すべてのコースは完璧クリア、そしてタイムアタックも達成できました。まあちょっとね、やっぱ頭使うコースがたくさんあったりとかね、アクション要素が求められるコースがあったりとか、やっぱドンキー、そしてマリオならではのね、いろんなコースが遊べてめちゃくちゃ面白かったです。はい。まあちょっとね、やっぱ難しいなと思う方は一応難しさ範囲変更というかマイナスでね、できるのかな、これで。おう、カジュアル。で誰でも気に軽にできるみたいな。とかもあったりとかできるので、あと2人でもできるのでね、ぜひとも皆様、俺はやってない2人プレイとかでも、ぜひとも遊んでみてください。2人プレイちょっと面白い。ちょコメントでまた教えてみんな。ぜひともね、皆さんも遊んでみてください。これ自分でやった方がおもろいっす。うん。頭マジ使うけどね。はい。それでは、今回ここまでにしましょうか。皆様、ご視聴いただきましてありがとうございました。
さあこのシリーズはこれで終了ですが、今後ねまたいろんなゲームマリオシリーズだったりいろんなゲームだったりもどんどんやっていきますので、興味ある方はいろんな動画ぜひとも見てください。はい、というわけでこのシリーズぜひとも楽しんで見てくれた方はぜひとも高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また何かいろんなゲームやっていきますので、こちらのゲームでもまたお会いしましょう。大田でした。おつぽよ、バイバイ。またね、みんな見てくれてありがとう。じゃあね。